ファジアの岡山関戸健二選手です。それでは今日の試合90分を振り返って一言お願いします。そうですね、相手にセカンド拾われてちょっと持たれる時もあったんですけど、自分たちでしっかり粘ってチャンスも何回か作って、その中からしっかり点も取れたんですけど、最後のところで失点してしまったんで、そこのところ、課題なんで、そこのところ直して次また戦っていきたいです。今日の試合の一番のポイント、狙いはどういったところに置いていましたか？町田も激しく来るっていうのはやっぱ分かったので、そういうところで負けないようにして、自分たちで主導権取っていくっていうところは考えてました。そのあたりのこうできた手応えというのはいかがでしょうか？できたところもあったし、できない時間帯もあったんで、でもその中でも点取っていけたんで、よかったんですけど、勝ち切りたかったです。その先制点につながったアシストのシーンも振り返って一言お願いします。いい流れで自分のところにボールが回ってきたんで、時間もあったんで冷静に中の状況を見てクロス上げることができたんで、それも決めてくれたんで良かったです。今後今日の勝ち点1をさらに勝ち点3にしていくために大事になる部分はどういったところでしょうか？そうです、やっぱり自分たちの課題の残り最後のところの残り少ないところでの失点をやっぱりなくしていくっていうのがやっぱりはしていかなきゃいけないなと思います。では次、残り10節になります。今後に向けて最後一言お願いします。とりあえず次の試合で絶対勝ち点3取れるようにしっかり準備していきたいです。ありがとうございました。